しぶりの大舞台での演奏になるので、その大きなところで自分の力を精一杯出し切って聴いているか、聴いてくださる方々の心に響くような演奏をしたいと思います。小さな部屋で練習しているので、大ホールで弾いている、自分が弾いている姿をイメージしながら練習するようにしています。ショパンですね。美しいメロディーの中にこうふとした瞬間にこう悲しみだったりとか、憂いが込められているところがとても魅力的で好きな作曲家、ね、たくさんいますけど、その中でもショパンです。シューマンのファンタジーです。長い間弾き込んできた曲で、やっと自分のものになってきたので、それを多くの人の前で披露できる機会があるのはとても嬉しいです。同じくシューマンですね。長い曲ですけど、お客様を引き込んで時間なんて感じさせないような演奏ができればいいなと思います。